松下忠宏2月9日から2012年9月10日は、日本の建設官僚、政治家、建設消化選挙区砂防部長、衆議院議員、内閣府副大臣、衆議院内閣委員長、経済産業副大臣、内閣府特命担当大臣、国民新党副代表、鹿児島県支部代表などを歴任。戦前、戦中の旧憲法下も含め、 日本の内閣制度発足以後では3人目の現職閣僚として自殺により死去した人物である。鹿児島県薩摩郡川内町出身。高城村立高木小学校、川内市立川内北中学校、鹿児島県立川内高等学校を経て、京都大学農学部林学科を卒業した。1962年、建設消化選挙区に入省した。 1970年より外務省に出向し、経済協力局にて勤務することとなった。また、1973年にはインドネシアの公共事業省にて勤務した。1992年、建設省を退官した。1993年7月の第40回衆議院議員総選挙に自民党公認で出馬し、旧鹿児島2区にて初当選。 平成研究会に所属した。小選挙区比例代表並立制の導入により、同じ鹿児島3区を地盤とすることになった宮地和明と選挙区調整を行い、1996年は小選挙区2000年2003年の総選挙では、比例九州ブロック単独で出馬し、4期連続当選。第1次小泉内閣では内閣府副大臣を務めた。 2005年7月5日の郵政国会では、郵政法案に反対票を投じた。このため、同年9月11日の総選挙では、自民党の公認を得られず無所属で出馬し、自民党公認の宮地に敗れ落選。この際、引退を表明したが2007年の参院選では、民主党候補を応援し、政治活動を再開する。第45回衆議院議員総選挙において、 民主党県連などが出馬要請していたが故事し自民党時代から縁の深い綿抜き助らの要請で国民新党に入党、同党の公認で出馬する意向を表明した。前回は独自候補を擁立した民主党も推薦をすることを決め、共産党もすでに同選挙区から撤退しているため自民現職の宮地と事実上の一騎打ちとなり28,409票差で 勝利した。その後、党副幹事長に就任。2009年9月16日、鳩山幸男内閣において、経済産業副大臣に就任した。鳩山内閣の副大臣の中では最高齢である。その後、菅直人内閣、菅直人第一次改造内閣、菅直人第二次改造内閣でも、経済産業副大臣に再任された。東日本大震災発生後は、 国会議員として、いち早く、現地福島県に入り復旧支援活動、原発問題に関する人頭指揮を取る。2011年9月に発足した、野田内閣でも、経済産業副大臣に再任された。2012年2月10日、復興庁の設置に伴い野田第一次、改造内閣において、経済産業副大臣を退任し、 復興副大臣兼内閣府副大臣に就任。在任中、福島第一原子力発電所事故による災害からの復興を推進した。2012年6月、内閣改造に伴い成立した野田第二次改造内閣では内閣府特命担当大臣に就任した。また、国務大臣としての所管事項として、新たな優勢民営化法等に基づく、 郵政事業の改革を政府一体となって円滑に推進するため行政各部の所管する事務の調整も担当することになった。金融担当大臣としては大手証券会社が絡むインサイダー取引問題や愛投資顧問の年金資産消失事件を受けた再発防止策などの策定に尽力した。2012年9月10日17時前、 東京都江東区市の飲めの一人暮らしの自宅マンションで倒れているのが妻と秘書官、警視庁警備部の警護担当者により発見された。18時前、港区の虎ノ門病院へ緊急紛争されたが死亡が確認された。万73歳。死亡当日の午後に金融庁で予定されていた会議に本人が行けなくなったとして出席していなかった。 現場の状況から警視庁東京湾岸警察署は首をつって自殺を図ったとみて捜査を開始しその後の捜査で松下の自室に野田義彦内閣総理大臣と藤村治内閣官房長官そして夫人に宛てた遺書がそれぞれ発見されたことから警視庁は死因を自殺と正式に断定した松下急性の一報を受け野田は首相官邸でのインタビューに とても驚いている。言葉も見つからない。心からご冥福をお祈りいたします。と答え、19時37分に虎ノ門病院に弔問に訪れた。所属する国民新党の事件小三郎代表は、前立腺の病気があったが感知し、今年6月に閣僚になる時には、もう大丈夫だということだった。地味だが真面目にコツコツ仕事をし、 私も誇りに思っていた。と述べた。また、松下の遺体と面会した、亀石塚元国民新党代表は、今年の春、松下氏は、ガンで病院に入院していたことがあり、お見舞いに行ったことがある。亡くなられた詳しい状況や死因はわからないが、お悔やみ申し上げたい。と述べた。また、松下が死去したことに伴い、安住厚財務大臣が 金融担当大臣事務代理を兼任し務めることとなり、郵政民営化担当大臣事務代理は野田が、兼任し務める。なお、松下が自殺した日の3日後に発売される、週刊新潮の73歳、松下忠弘金融担当大臣地上果てなき、電話と警報と題された記事で、松下前大臣の女性問題をスクープした記事が、 掲載されていて、因果関係を指摘する声もあった。その後、松下の死去に伴う鹿児島3区の補欠選挙が10月28日に施行されることになり、松下の後継候補として、国民新党は、松下の政策秘書を務めていた野間県前大臣秘書官を公認候補として擁立した。一方、松下が以前に所属していた自由民主党からは、 長年のライバルである宮地和明が7戦を目指して出馬した。補欠選挙は野間と宮地による事実上の一騎打ちの展開となったが、野田政権発足以降初となる国政選挙ということもあり、民主党執行部が応援に駆けつけるという与党の全面支援の下で野間は挑んだものの、宮地に及ばず敗北した。しかし、 その2ヶ月後に実施された第46回衆議院議員総選挙においては、自公連立への政権交代がなされ、民主党政権を終焉に至らすという猛烈な逆風が吹いていた中で、野間は宮地を破って初当選した。ありがとうございます。